カブーエはザンビアの都市。1967年までの救命はブロークンヒル。中央州の州都である。2016年の人口は22万4300人。ザンビアのほぼ中央にあり、シュトル坂から1 3 0トル北、カピリムポシから6 0トル南に離れている。大鉱山を要する工業都市で、アエンマリをはじめ、銀、マンガン、カドミウム。 チタンなども産出する。カブウェにはザンビア鉄道の本部があり、北の北へやカッパーベルト州、南のルサカに向かう路線をここで管理している。1902年にカブウェでアエントナマリの鉱脈が発見され、オーストラリアの鉱山町ブロークンヒルにちなんで、ブロークンヒルと命名された。1904年、ブロークンヒル鉱山が建設され採掘が始まった。 イギリスの植民地時代に町は銅鉱山の開発拠点とされた。1906年、南のリビングストンからローデシア鉄道が到達する。鉱脈が発見されてから町は急速に発展し、バナジウム、石灰岩も産出されるようになった。1921年には個人類の化石が鉱脈掘作中に発見され、ローデシア人と名付けられた。 1980年代に鉱山は閉鎖され、鉱山開発の中心はカッパーベルト州に移る。長年の最鉱の結果、都市の環境は悪化し、2007年にブラックスミス研究所が発表した世界で最も汚染された10の都市の中に株へもランクインした。土地全体が鉛やカドミウムで汚染されており、子供の鉛の血中濃度は 通常の5倍となっている。ありがとうございます。